誰しもがね、いや誰しもが一度は経験があるであろう。まあ、例えばさ、これね、これ、キン肉マン組のさ、チャームなんだけどさ、これ、わぁ、やったぞ、ソルジャーゲット、ね、ソルジャーゲットテンションあって、カバンにつけたとしますと。で、二日ぐらい気づいて見たら、ないと、チェーン取れたか消えたかわかんないけど、なくなってると。で、卵地とかもさ、こうやってつけてさ、さて、餌あげようかなってパッてバック見たら、ないと、つけてたのに、取れたんかな、チェーンみたいな。ね、あるじゃん。それを解決する、ね、最強の商品がね、100均にさ、あって。これさっぽ、キーホルダーの落下不意打防止ね、ボールチェーンキーパー締めぞってやつ。これね、俺ちょっと前か、まあ、ちょっと前って言ったら1年くらい前かな。からね、結構使ってるんだけどね、マジで落ちない。ほんこれつけてからね、なくすこと、まあ、1回もなかったらもう10個入りでしかも100円で、コネクタの外れを防止するっていう。落とさないように、これつけときよ、ジジイがいてね。これこれどういう商品かというと、このボールチェーンを外してこうつけるときにね、このコネクタが取れないように、これカバーするんだって。そうすることによって、なんとね、まじ1回も取れたことないの、これ。すごくね、ちょっと1回出して。このシリーズはもう長い間ね、使ってるからさ、前、もっと早くレビュー取ろうと思ってたんだけどね、そういえば撮って、まあ、撮ってないなと思って。撮ったってなんか勝手に思ってたんだけどさ、しかもずっと使ってるからこれ、かなりね、いいレビューができ、おー、これ。このね、ただちっちゃいカバーをつけることでマジで撮れないからね、これ。それ、まあ、チェーンが切れたら終わるけど、まあ、切れることはほぼないから、やっぱりいつもなくしてたの、これ外れてたんだろうな。確かにここちょっとね、いい角度でクッてなって簡単撮れるからさ、これ。ほら。これを撮れないようにできるわけ。いい商品でしょ、これ。こんな商品があったら、でも100均すごいよね。100均の商品で。まずね、このね、こっちにね、この鎖をここに入れて、スッとこう通すね、こういう風にね、スッと通して、反対側から出すと。こういう風にね、反対側から出して、またね、ちょっと待ってね、こっち側、こっち側に出すよ、ちょろっとね。そしてから、まず、こうね、止めます。こう、カチャッとね、いつものように止めてから、ちょっと長かったらね、切ったりしてもいいよ。こうちょぎって切って、サイズ合わせてね。ほら、ちょっとこれじゃでかいでしょ？でかいから切っても全然 OK。これで取れないからね、もうね。ほら、ブンブン回しても取れないから、これ。すごいでしょ、これ。ブンブン回しても取れないから、これ。ブンブン回しても取れないからね。すごいでしょ、これ。こんな、でもちょっとこれサイズでかいからやっぱ切った方がいいかもしれない。ちょうど半分ぐらいの大きさ、この辺ぐらいで切ってもいいかもしれないね、これはね。まあ、こんな感じで。で、止まることが。で、もう一個ね、これ、たまごっちの、たまごっちの方でも、これね、いや、これ、たまごっちな、落としたら泣くでしょ？だから、これをね、100均で10個入りで100円だからね、超リーズナブルですよ。これを買って、シャッとね、あ、こっちの方が分厚いから、さっきのちっちゃいから、チェーン、ちょっとすり抜けちゃう可能性もあるんだけど、こっちぶっといから、ほら、いいね、いいサイズ。これがね、ベストサイズだわ。この通常のキン肉マンのチャームの方はちょっとね、細いんだよね。だから結構ね、すり抜けちゃう可能性もあるんだけど、振り回してると。こっちはね、もうベストサイズ。これ用に作られてね、この普通サイズの、まあ、飛べるでしょ、こうやってね。そしてから、カバー！ほら、あ、これぴったりだわ。もうこれね、かなりキツキツで。おー、いいね、カバー。カバー。そしてカバー。カバー、カバー、カバー。カバー。カバーと。これでも取れないからね、ほら。見て、この頑丈さ。もうこれ取れないよ。まあもうちょっと奥まで行ってもいいけど。ちょうどこれで真ん中ぐらいだよね。これでもうね、ブンブン回して取れないから、ブンブン回すと絶対取れないから、これ。もう絶対これ、ブン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 っても、絶対に取れてない。取れてない。外れない。すごいでしょ、これ。めっちゃいい商品でしょ。これをね、ぜひね、紹介したかったんでね。まあ1年ぐらい前、ちょっとゲットしたの1年ぐらい前だけど。でもその間ね、結構もうこれ、何袋目かな？多分10以上はいってる。いろんなにつけてんだよね、俺。俺もう、めっちゃ持ってるからさ。で、被りはつけたいんだよね、本当は。でも落とすの嫌でつけてなかったんだけど、これをゲットしてからもうバンバンつけれるようになってさ、このボールチェーンキーパーってやつ。めっちゃ便利だからさ、動画で紹介したかったんだよね。で、今動画撮れたからもうすごい満足。みんなもね、ぜひ、知らない人いたらぜひね、ゲットしてみて。すごいいいから、これ。こんないい商品が100均でゲットできるって最高だよね。他にもなんかね、いろいろこういうなんか、サポートシリーズっていうのがあるんだけど、ま、ぜひね、100均行ったら売ってるか見てみて。俺キャンドゥで買ってんだけど、セリアで、売ってたかな？ダイソーとかにもあると思うんだけど、まあ、俺キャンドゥで買ってる、これは。俺ってキャンドゥ専用じゃないよね。キャンドゥ専用とかないよね、多分ね。ダイソーオリジナル商品とか結構目にするんだけど。
これ別にあの専用とかじゃないから多分あると思うからね、ぜひあの100均で見つけたらゲットしてみて。すげえいい感じだよ、ほらもう完全に止まってるもんね。俺らの子供の時もあったらデジモンとかね、デジモンとかな、デジモンとかもこれガッツリね固めて、今でもタマゴッチ流行ってるからさ、タマゴッチこのチェーンにつけてもいいよね、落ちないようにね。これすごい、あとねカラーバリエーションが欲しいね。今ね透明のやつしかないのよ俺の知る限りは。まあ売ってるかもしれないけど、もっとさあのいろんなブラックとかさね、ブルーとかさ欲しいよね。カラーバリエーションがあったらねもっといいんだけどな、色がちょっと少ないとこがちょっとあれかな、俺のなんか物足りないとこかな。でもすごくねこれだけでも機能は最高だから、うん、マジでおすすめの商品かな。また100均でおすすめの商品あったらね紹介動画撮ろうと思いますので、あとレビューとかあのレビューリクエストとかもあったらぜひねコメントとかメッセージ教えてくれれば、まあ、ゲットして来て動画撮るんでね、なんかリクエストがあれば。コネクタの外れ防止最強のボールチェーンキーパーでした。いやーこれはいいね、やっぱねもう振り回しを取れないっていうのは最高だわ。チェーンもねなかなか切れないからこれね、チェーン切れるっていうのは相当な負荷がかかんない限り切れないから、やっぱ外れて落ちることが多かったんだろうな俺。これつけてからマジ全然なくさんもんね。